小倉優子さん直接対決しました。あの小倉優子さんが解いている横に私座って、去年の全東共通テスト模試の成績頑張ったんだと思うよ本当に。やっぱりそうで始まりましたマテチャンネル。さあ今回なんですが 100% アピールちゃんっていうですねテレビ番組、まあ、TVer で見逃し配信できるんで、まあ、ぜひ見てもらえばと思うんですが、そこでですねうちのチャンネルに出てて早稲田を目指す大畑のお兄さんとですね大倉優子さん直接対決しました。まあ多分ね大畑自体が映ってるのほんのちょっとだったんで気づかなかった人も多かったと思うんですけど、番組見ててもね実はね直接対決実現してたんですよ。で大倉優子さんとライバルだみたいなのとかねいろいろ言われてたと思うんですけど、そうだからいろんなコメント来てたりしててもまあこっちは知ってたわけで、あもう戦ってんのになとかね思いながらいたんですけど、当然ネタバレとかさ先に言っちゃいけないんでそれだけは絶対言わないようにしてくださいっていう風に言われてたんで、やっとオンエアになりましたんで話したいと思います。もうオンエアでは小畑の点は出てなかったので一体どうだったのか、二人の直接対決どうだったのか言おうと思います。大倉さんのね結果は出てたんですけど、まあ、の20点っていう風にね出て100点満点中おいおいっつっていろいろツッコミはあるとは思うんですけど、確かに難しいやつなんですよあれ。で去年、第2回全東共通テスト模試です、受けたことある人だったら分かってます、レベル高いですあれかなり。なんか一概に青い低すぎだろう2割ってとは言えるもんではないってこと、おばさんの結果も言いたいと思います。まあ、まず番組から早稲田合格塾にオファーがあったんですよ実は。そう早稲田を目指している人とまあ、模試で戦いたいっていうことで、ちょっと早稲田を目指してる生徒で番組に出てくれる方いませんかっていう話が来て、まあ僕はもう、おそらく大畑しかいないっしょ。なんだけど、まあ動画出てんだから、もう直接対決させる以外はないでしょうと思って。で、最初でもね、大畑ね、どうって言って、ちょっと考えさせてくださいみたいに、ね、考えるんかいって思ってね、違うでしょう、やる気はないでしょうって言って連れてったんですけど、そう、あと2人も早稲田合格塾の生徒です。まあもちろんね、カットされてますけど、いっぱい喋ってますよ。小倉さんとも。そう僕が連れてったんですよ収録してるところにね。5時半ぐらい3時間ぐらい撮影あったよね。あだから本当にあれ80分やってますからねあのテスト、私いましたからあそこ、ね、あの小倉優子さんが解いている横に私座ってますから実はね全く映ってないんですけどいるんですよ。普通に喋ってましたよ小倉さんと。あそう小倉さんが知っててくれました僕のこと。だから先生何してるんですか、知ってていただいたんですね、ありがとうございますみたいな感じで、インスタのライブにコメントとか来てたんですよって動画上げてくれてるから先生に教えてもらえばいいじゃないですかとかっていろいろ来てたんです。あそうだったんですね、日頃の勉強だったりとかあの問題がどうだったとかっていうのは実は話してます。終わった後に実は僕がちょっと解説したりしてます撮影してないカメラ回ってないところで解説しました。ちょっと普段はねあの動画勝手にね解説してたんですけど、本人に解いた問題を解説しました。じゃあ気になるおばたの結果、直接対決どうだったのかっていうと58点ということで、まあ6割いかないぐらい、まあ勝ちはしましたけど、はいおばたの勝ちですけど、そうか58かーって思って、まあ問題で、ね、見たんですよ僕その後はみんなが問題解き終わって休憩かなの時に解いたんですよ僕。まあ確かむずいで、これで終わりじゃないんですよ。ああおばたの勝ちじゃんみたいに思ってるあなたですね。実は小畑ですね、去年解いてんですよ、この問題。現役時代に。第2回全東共通テストの試。で、全然覚えてませんでした。いわゆる文法問題とかだったらまだ覚えてるかもしんないけど、共通テスト形式のさ、なんだかよくわかんない内容がない情報処理問題みたいなのって、やっぱ覚えてないんですよ。だから、まあ、2回目だったけど、まあ、ほぼ初見みたいなもんだったんですよ。で、じゃあ、初見だった去年の小畑、どうだったのか。送ってきました、小畑、成績。去年の全東共通テスト模試の成績、小畑さん、一体この英語、何点だったと思います?今回はだから、今年の小畑 VS 小倉優子さん、去年の小畑 VS 小倉優子さん。去年の小畑の点数、いきます。英語リーディング、18点です。なんと、去年の小畑、負けてます、小倉さんに。偏差値 35.6。学力レベル F。で、平均点 45.3 だったんですね。やっぱ難しかったんです。で、現役生平均 44.5、高卒生平均は 57.1 という結果だったんですね。57.1 か。じゃああんま変わんねえな。ほんと共通テスト苦手だな。そうですね。で、校内順位ね、146日中135位ですから。おいおいおい。学校内でも下の方だったんです。だから、まあよくそっから、
受かったよね、明治ね。まあだから自信をね、結構持ってるっていうのもよくわかります。本当に賢くない高校だし。いや、すごいなって思った、逆に。リーディング、校内偏差値 37.7、 校内平均 37.7 で偶然同じ数字になってる。で、リスニングは100点中45点なんです。偏差値46で、平均は 51.9 なんで、やっぱ平均はいってないんですよね。で、英語2つ合わせて、まあ、200点中63、うわ、低いな。39.8 偏差値、学力レベル F、平均 97.4 ってことでね。はい、全然だったんですよね。まあ、校内134人中100位だったんだね。いやだからすごいよ、こっから考えれば、まあ、明治まで行ったってすごいよ、本当に。で、国語200点中61点、偏差値 36.5、 F ですね、学力レベル。平均104点ですからね。校内117人中92位だったんだ。そして日本史100点中72点、やはり日本史だけ得意だったんですね。偏差値 61.3、 平均点は 52.2 ですから、やはり日本史だけ得意だったっていうのは現役のもうこの第2回の時から変わってないんですね。校内68人中8位です。だから日本史だけやっぱ根っから得意だったってことだ。で、全体の国知歴公民合わせたやつですね。3教科の偏差値は 44.5。学力レベル E という感じだったわけですね。校内54位だったんだ。で、じゃあ、志望大学のやつね、どうなってたのかっていうと、当時はですね、早稲田の社学入れてる大志望に、偏差値 43.8 票、当たり前ですけど、まあ、いい判定。すごい、45未満になってるもん。続いて、立教経営、いい判定。偏差値 44.9。立教経営、あ、もう立教好きだな。別のパターンですね。201点で、いい判定。で、次は中央総合政策、いい判定。ということで、早稲田とマーチ書いてたんだね。それで、すべていいだったわけですね。まあ、こっから比べれば、だいぶ進歩したよね。頑張ったんだと思うよ、本当にやっぱり。この現役時代から、相当頑張って今の形があると思いますね。明治まで行ったんだもんね。まあ、良かったんじゃないかなと思います。小倉優子さんに知っててもらえたのはね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。ほんとね、YouTube やってて良かったと思いましたよ。知ってもらえるんだもんね。発信するってすごい重要って思ったね。あのスタッフの人たちも知っててくれてたんで、 AD さんとかね、私たちの作ったその表とかのね、間違いの指摘とかすいませんみたいにね言ってくれたし、すごく優しかったですよ。はい、もういろんな方とねお話できましたから、スタッフすごい、やっぱねテレビってすごいと思った。だってほんのちょっとだったでしょ、映ったのって。あの数分にどれだけの人が動いてんだっていうのね、驚かされたよね。いやすごい、こうしてできるんだなと思って凄さを感じました。西岡さんともね初めてお会いできたんでね、よかったです。いずれなんか西岡さんともお話とかねできたらいいんじゃないかなと思いますね。まあドラゴン桜の時からね、そうドラゴン桜の時からなんかツッコミ入れてるからさ、嫌われちゃってんじゃないかなって言ったんですけど、いやいや全然そんなことないです。本人もね、なんか僕のことめっちゃ嫌ってんじゃないかと思ってましたって言って、そんなことないですよ、お互い嫌い合ってると勘違いしてたっていう、そんな感じだったんですけど、ぜひね番組ね盛り上がっていってくれればいいんじゃないかなと思いますね。模試だったりとかこれから始まっていくわけじゃないですか。そういうのねどんどん受けて、で最終的にね入試の時になったらこうわーっと盛り上がってくれればいいんじゃないかなと思います。はい、勝手にオフィシャルでも何でもないですけど、はい、非公式に盛り上げていきたいと思いますので、はい、ということで小畑の現役時代の結果でした。まあこっからね早稲田に届くぐらいレベルアップしてもらいたいなと思います。はい、どうなっていくのか期待したいと思いますので、はい、皆さんも大畑を応援してもらえればなと思います。頑張れ。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 そして小倉優子さんも頑張って。